今日は2018年10月、14日ですね。ワルシャワのヨーロピアン読書に来ています。これはパピオンですね。Hello. Can I take video? Breathe. Can I take video? Video. Hello. Papi on right. Papi mail. Baby. Okay. This way. Okay. Hey. Hello. How old is he? 7.5 months. Oh, really? Puppy. Junior. Puppy. Puppy. Okay. Oh, puppy. Yes. Before 9 months, puppy. Okay. Where from? From Latvia. Latvia. The dog is from Maria Sirachi kennel, from Slovenia. Slovenia. Okay. And he's from Slovenia. Live in Riga. Okay. Latvia. Seven months and a half. Hello. Funny. Female junior, 15 months. How old are you? 15 months. 15 months, okay. She or he? She. She, okay. Junior. Oh. Oh, good. Thank you. Ah, yes, yes, yes. Thank you very much. Papillon, what China? Papillon. Ah, Papillon. Ah, just なんか刑事の中に入って。あ、Papillon たくさんいますね、やっぱ。Hello. Sorry. I'm sorry. ちょっとこう通路になってるので、人がたくさん来ますね。ちょっと移動しないとダメですね。パピオン、パピオン見た。まあまだ今ジャッジが始まる前なので、みんな準備してますけどね今。Hello. How old is he? She. He. How old? 1 year. 1 year. Okay. Junior. Junior. Okay. Hello. Nice. Thank you very much. ちょっととりあえず一回止めて、ですね、まあ、なんだっけ、D の48、ここがパピオンのリングですね、まあ後で行きます。だから、ちょっととりあえず一回止めますね。
14925。パピーグラスですね。全く見えないですね。ちょっと席の場所が悪かったかな。それが好みそうな犬ですね、やっぱね。あの男性はちょっとあんまり可愛いんじゃないかなと思いますが、もちろん別に男性の方が好きであっても何も問題ないどころか、それは全然 OK だと思いますけど、あんまりそのあんまりじゃなくて女性が好みそうな犬種ですよね、やっぱね。
泣いた。あ、泣いてる。うん、やっぱ前から2番目の犬がいいですね。この犬。これがいい。149251495。149251495。あ、どうだったどうだった、あれ見てない、ちょっと待って、あ、もう決まった。うわ、嘘でしょ。そうなんだ、ビリだった。へえ全然わかんない。僕が選んだ犬ビリでしたね、4位。全然違いましたね。149251495、これですよ。この犬がいいように見えましたけどね。そのパピオンのそのなんかいい感じの犬っていうのがちょっとまだ分かってないのかもしれないですね、僕は。まだ、いやー、でもほとんどの犬種で絶対分かるんですけどね。まあ、まだその年齢が若いからかもしれません。っていうかね、そのパピオンのこの参加頭数がすごい多いんですよね。これジュニアクラスですよ。すごいたくさんっていうか、だから多い、これだけ多いということはやっぱ人気なんですよね。うわ、すごい多いな。どの犬がいいかな。これだけたくさんいるとちょっとよくわかんないですね。そしてもうさっきので全然自信がなくなりましたね。もう絶対なんか間違った犬は言ってし、あ、あの犬がいいんじゃないか。1,2,3,4,5 番目、前から5番目。これわかんない。あとどれかな。あ、あれもいいんじゃない。これいいんじゃないですか。この黒のパンツスーツの女性がいてる。まあ、その隣にいるかな。このこれ。これかこれかこれか、この女性がついてる、これかこの女性がついてる、これか、あるいはこのこれ。ちょっと待ってですね、あとどれがいいかな。あ、その隣の犬もいいな。これもいい、これ。この状況がついた。これ。これはまた全然違ったりするんですよね。
あ、これに、あ、これがいいんじゃないか。あ、さっき言いましたね。ちょっとあの一頭ちょっと待って一頭ずつこれ、あ、そうか、見なきゃいけないから、これちょっと時間かかりますね、絶対参ったな、これはちょっとしびれてしまうかもしれない。待てないぜみたいな、ちょっと待って、ちょっと待って、こっちの犬の方でも、ね、うーん、ああ別にあの犬も綺麗だな。これはちょっとね、今走ってる犬は僕はまあイメージだと思います。この犬の方がいい、この3頭の方がいい。そうそう、こっちの3頭は全部いい、いいと思う。この3頭。別にこの犬もすごいいいと思いますけどね。ただこっちの下の3頭の方がいいんじゃないかな。この今立ってる3頭、123の犬の方がいいんじゃないかなと思いますけどね。まあ僕はこの黒のパンツスーツのこの女性の犬がいいんじゃないかなと思う。それともう一個向こうの、さっき言いましたけど赤い髪の女性の、そのそれか、このなんかパープルのスーツの女性、これと、このこれ、このなんかピンクとなんかチラチラチラってしてるジャケットなのか、なんかそれを着てる女性。これニート、まあでもこれだけたくさん行ったらどれか当たりますよね、多分。一番多いはね、一番いい犬一頭だけ言わないですね、本当。向こう側でもパピオンやってる。ちょっと待って、これオスメス分けてありますね。ほら向こうでもパピオンやってますよ。でこっちはオスなんでしょうかメスなんでしょうか。おそらくオスだと思いますね。違う、これは違う、それよりは
もう絶対こっちの犬の方がいい、この犬の方、この犬の方がいいです。間違いない、この犬がいい。この犬がいい、この犬がいい。この犬か、うん、いや、この犬の方がいいんじゃないかな。今の犬の方がいいんじゃないかな。あのグレーのスーツの。あの黒のスーツのワンちゃん、ちょっとちっちゃいんですよね。まあ、その、順位といっても、その月齢によってもやっぱ違いますからね。すげえかわいいな、これ。ちょっと僕が買ったら違うかもしれないですね。いや、そんなことないか。でも男性でもこういうなんかチワワとか飼ってる人いらっしゃいますからね。すっげえなんか、なんていうか、そのなんていうか、ガマガエルキングみたいな、ものすごい、そのなんかスターウォーズに出てくる化け物みたいなおじさんがチワワとか飼ってる場合がありますからね。そして別にそれでも似合ってますからね、チワワ抱いてても、そのあまりにも大きなギャップに、そのギャップがまたそれはそれでいいみたいな、それも OK ですみたいな感じで、だからまあ僕が飼っても別に全然それは絵的にはおかしくはないかもしれませんが、パピオンを僕が買ったとしても、でもちょっとね、僕はちょっと違いますね、その好みとはですよ、もう自分の個人的な好みとはですよ、個人的な犬の好みとはちょっと違う、違いますね。僕はね、あのね、体やっぱね、大きな犬の方が好きなんですよ。そうね、もう超大型犬じゃないと嫌なんですよね。だから。まあそういうことを言いながらずっと犬を見てると好みは変わるかもしれないですけどね。だって僕はもうずっとその長年ヨーロッパの犬じゃないと嫌だと思ってたんですから、ヨーロッパのロットワイラー、ヨーロッパのロットワイラーがいいとずっと思ってたのに、ある日突然アメリカのロットワイラーが良くなりましたからね。もう絶対アメリカのロットワイラーじゃないと飼いたくなくなってますからね、今は。ヨーロッパの方が体大きいわけですが、だから好みというのは突然変わる時があるので、ずっと犬を見てるとなんかパピオンいいなみたいなことになるかもしれません。ロットワイラーもずっといつも見てて、ウェストミンスターのアメリカのロットワイラーをずっとビデオ見てたら、あれアメリカの方がいいってなったんですよね、なんか突然。だからそういうふうなことがあるかもしれません。俺やっぱパピオンじゃないとダメだなみたいな。どの犬がいいのかな。いや、もうどの犬もよく見えてくる。あの水玉の女性の、水玉のスーツの女性のあの犬も、これも別にいいじゃないですかね、これ。だからちょっと分かんないですね、一概に簡単に言えない。何を今好みのことを言ってるんですかね。一概に言えないとか言ってますが、その違います。この犬の良し悪しのことを言ってます。ちょっとどれがいいかっていうのを簡単に言えないですね、きちんと見ないと。ただね、これがもしね、ロットワイラーのリングで僕がいたらもうすぐ分かるんですよ。
もう本当にすぐ分かる。1分以内に一番いいのから一番ビリまで全部分かりますね。だからこれだけもう何分か5分か10分か分かりませんが、かなりの時間をかけて、あの犬やっぱあの水玉の女性の犬、これこれこれもいいですね。ほらこれがいいんじゃないかな。これだけ時間かかってるのにパピヨンの1番からビリまでが決められないということは、なんかまだパピヨンのことが詳しく分かってないということなんですよね。本当は いつも見てる犬種だともうすぐ分かるんですよ。パッて、あーもうこれがいい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 ってすぐ分かるんですね。だからゴールデンレトリバーとかいつも見てますからもうすぐ分かりますよね。一番いいから EM からビリまで分かりますね。さっきのパピークラスで一番いいと思ってた犬がビリだったから、もうちょっとよく分かんないですよね。あれ、ああいう風なことが起きるとあれっていうことになって、価値観が全く違うみたいな。もしかしたらあのジャッジのおじさんが全然もうなんかトンチンカンな犬を選んでるのかもしれませんけど、でも1位だと思っているのがビリだっていうぐらい違うっていうのはちょっとね、それはなんかちょっと違うと思いますね。違うというのは僕のそのもう見る目が違うと思うんですよね。いやでもそんなになんか重大ななんかダメなところがあったのかもしれません。はい、これこれ。いやーどうかな。やっぱあの赤い頭の女性の犬かな。でも多分今まで言った犬の中で選ばれると思いますけどね。それ以外の犬が選ばれたらもうちょっとね、僕はちょっとよくわからないですね。もうちょっときちんとパピヨンをずっと見続けないといけないですね。出ないとわかんない。しかしこれ数が多いですね。あのこのヨーロピアンドッグショーはそんなにねたくさんの頭数出てないんですよ。だからこれだけのその数がいるということは、パピオンは多分ね人気ですね。多分じゃなくて間違いなく人気ですね。これだけの数が出てるということは、
この犬はねあんまり好きじゃないな。だったらそいつやっぱそのそっちの後ろの方のこっちの犬の方がいいですよね。なんでかというとなんかシャパシャパしてますもん、毛がふにゃふにゃって。そして毛の量も少ないし、この2頭右側の方は少ないでしょ。それはもう絶対こっちの方がいいですよ。そしてまあその体型はねまだね、ほら あっちの犬の方がいい。さっきの黒のスーツの女性、うん、いいんじゃないですか。強くいいと思う。車の中で車で来るときにこの音楽が流れてたんですよね。だからもう耳についてちょっと離れないんですよね。あの Google マップをスマートフォンで見ようとするわけですよ。でそれでいつもあの行動するんですけど、その Google マップを、つなぐと USB で車につなぐと、もうその iPhone に入っている音楽がそのまま流れ始めるんですよね。だからもう勝手に流れ始めるから、そのままつけて行動すると、なんていうかそのもう耳から離れなくなるんですよね。絶対こっちの犬の方がいい。こんな感じかな。あの3頭の方がいいですね。あの3頭絶対いい。これ難しいですね。でもねこれ選ぶのね、あの赤い人、あの犬すごい、うん、あの赤の髪の女性のあれすごいいいじゃないですか。ほら、ジャッジが難しいですよ。手がしびれてきた。ジャッジこのおじさんです。何選ばれなかったということですか、この後ろの3頭。まあ後ろの3頭というかあの赤い人はもう向こう行ってますけど。そうでしょう。なんかこのおじさん間違ってんじゃないですかね。ダメだこのジャッジ、分かってないんだよ。
跳ねられた。うっそー、この犬は絶対いいよ。まあ、あの赤の頭の女性の犬が一番いいですね、絶対。もうあれが選ばれなかったらもうちょっとわかんない。あれか水玉、いや水玉より赤のあのこうがいいでしょ、これが。これがあの紫のスーツの女性の犬。まあいいですよ、まあいいけど、でもまあ確かにまあいいけど、ああいうのがいいんだ。ああいうのがいいんだ。パピオンのジュニアはあの赤頭の女性の犬の方が全然ゴージャス感ありますけどね。綺麗だし。ほらこれこれこれ。うわー、このちょこ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 、この歩くこの感じがやっぱ、これやっぱ女性が好みそうな感じですよね。ふわふわふわってこう毛が動いて。もう絶対この犬は僕だったら絶対選ばなかったですね。この今黒のこのスーツの女性。あ、スーツじゃないか。いや、あの赤頭の女性の犬でしょ、絶対。それかあの水玉か、うん、そう、隣の水玉のスーツの女性か。これカメラを通して見てますから肉眼でちょっとね。あの水玉の女性が一番だった。ちょっと取ってこようかな。よいしょ。これ3番ですね。ファブリーズ、ファブリーズ。ネルソン、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 マラジエツ。
これはね、これはあれ、ちょっと待って、何だ、一番キープ、これインターミディエイトですね。インターミディエイトってどういう、なんていうか中間的なクラスって言いますかね。ジュニア、今さっき前にあったのジュニアですけど、次はチャンピオンクラスなので、その中間にあた位置するみたいな。次はチャンピオンクラスなので、チャンピオンクラスまではやっぱ取ってから行くべきですよ。これオスなんですよね、おそらくね。ちょっと待ってね、よいしょ、あれ、こっちだ、sorry オスですね。オスだな、オスだ。Sorry。Sorry。次もちょっと1位を当てましょうか。まあさっきのジャッジもね、ちょっとね、まあ、あの水玉の女性、まあ、まあ入ってたけど、僕はあれが一番だとは思いませんでした。まあまあいいと思いましたよ、あの水玉の女性の犬はいいと思いましたけど、あれが一番だ。ということは、まあね、そのジャッジによって違いますからね、選ぶ犬は。まあこれでは、この犬ではないことはもう間違いないですね。この犬では絶対ないです。ね、ちょっと読みましょうかな。この犬ではないです、絶対に。次の犬でもない。その次かな。うん、ね、ちょっとちゃんと立ってください。犬たちがちゃんと立ってないとちょっとよくわかんないですね。
犬ではないですね。ちょっとこの犬ではない、これではないですね。絶対違う。まあ、questi pesci dove sono? T'ha lasciato il tuo tè di là e ho tutto bagnato. 難しいな。そうだ、ちょっとジャパニーズスピッツに行かなきゃいけない。ちょっと止めます。ジャパニーズスピッツに行かなきゃいけない、忘れてた。今急いでパピオンに帰ってきましたら、なんかこれはすごい、多分おそらく佳境に入ってますね。これ多分なんかチャンピオンクラスか、なんか一番その最終的な段階の一番いい犬たち集まってますよね、多分おそらく。ちょっとどこ座りたいな。これね、14973、ちょっと待ってね、14973。14973、ちょっと待って。73、これだ、73、14973。957、14957。57、これオープンクラスですね。オープンクラスだ。今この男性の犬すごい、あーでもこっちの方がすごいいいな、確かに。うわすっげー綺麗ですね、これやっぱ、まあ、あの男性の靴キキラキンですね。すげーなんかスパンコールみたいな、ギラギラしてますね靴が。いやそう、パピオン、あーなるほどね。まあパピオンが人気あるの分かりますね、確かに。あーなるほどね。あのこっちに並んでる、左に並んでる3頭なんてすごいですもんね。
ピヨンが人気なの分かりますね。確かにそうか。なんかね、今このオープンクラスはもうほとんどねチャンピオン犬だし、そのなんていうのかな、あの2番目の犬がいいですね。僕は左から2番目のこの犬、もちろん一番左の犬もいいですよ。この犬もいい、すごく。うわ、一番最初の犬がいいな。一番最初の、うわ、すっげえな。それと2番目の犬もいいな。うわ、いいな。ああ、なるほどね。わかったわかった。ああ、まあそうだろうな。うん、よし、わかったわかった。わかるわかる。わかるわかるっていうのは、そのね、犬の、そのね、いい犬のね、その、なんていうの、このパピオンの、その、人気の理由がわかりますね。なるほどね。はい、これチャンピオンクラスです。これはもう一番いい犬出てきますよ。もちろんオープンクラスもいい犬がたくさん出てきますけど、チャンピオンクラスはもうこれはもう最高の犬が出てきますね。うわ、やばいな。なるほどね、わかった。パピオンが人気な理由が、あー、なるほどね。なるほどね。まあ確かに女性が好みそうな犬ですよね。そう、別にそのなんていうか、女性が好みそうな犬だからといってなんか軽く見てるとか、なんかなんていうかな、その何らかの差別をしてるとか、そういうことでは全然ないですよ。そういうことは全くありません。ただそのなんていうかな、どう言ったらいいんでしょうか。言葉、その適切なその日本語の表現というのがね、この犬を表す時の表現、一言でこの言葉で日本語で表現しなさいっていうのはね、ちょっとすごく難しいんですよね。だからその言葉で表現するの難しいんですけど、その、分かります。女性がこの犬を好きだということが。なるほどね。僕の犬種はロットワイラーですからね。ロットワイラーと比べたらもう全然全く違いますからね。だから多分パピオンを好きな人からするとロットワイラーなんていう犬種は多分信じられないでしょうね。多分なんであんな犬飼うんだろうかと思うでしょうね、多分ね。もう本当にうわ、かわいいな。でもすごい、そのなんていうか、女性っぽい女性が好きなような感じがしますよね。別にそれが悪いとかいいとか、いいとか悪いとか、そういうことではなくて。OK。 OK、コメントしたり。
僕も作るとかもどんなに住み込まれるとかもと思うね。パピオン、なるほどね。どの犬がいいかな。難しいですね。これはもうチャンピオンクラスです。チャンピオンクラスですから、全部チャンピオンですからね。全頭チャンピオンですからね。チャンピオンクラス、あ、ここですよ。チャンピオンクラス。1485だった。ああ、そうそうそう。ちょっと待ってくださいね。番号を確認しないと。1486。ああ、やっぱここだ。このカテゴリーですね。このカテゴリー。からここまで。あ、ここまでだ。ここまでですか、ね。ここからベテランになるので、ここまで。ここから。これこう。目の前に触れる距離にいますよ。女性が本当に好みそうな犬種ですね。たくさんいますからね。他の犬種でこんなのたくさん出てるのは、まあ、プードルとかたくさん出てますけど、トイプードルとかもたくさん出てますが、こんなにたくさん出てる犬種はね、あんまりないですよ。つまりすごい人気なんですよね、パピオンという犬種が。ハンドラーの手元を見てますよね。ハンドラーなんか持ってますからね、食べ物を。うわ、さっきあの黄色のあのスーツ着てる女性はさっきスピッツのところにいましたね。すげえでかい声で話してて、もううるせえなこの女みたいな感じで思ってたら、なんかパピオンの方にも来てる。あれプロのハンドラーですね、あの人。
すっげーでかい声で話しました。すっげーうるせえなと思ってましたけど。よいしょ。よし、ちょっとね、このチャンピオンクラスパピオン終わったら、ちょっと僕は別のところに行かなきゃいけないので。ジャパニーズスピッツァも見たから分かったんですけど、あと、どこだっけ、トイプ行きましたけど、あとパグに行かなきゃいけないですね。朝7時ぐらいに起きたんですよね。いつも4時ぐらいに起きるのに、それで朝ちょっとね食事できなかったんですよ。それで慌ててもう8時半ぐらいだったかな、出てきたんですけど、だからそのすっごいお腹空いてるんですよね。なんか攻撃的ですね。でもこれちょっとそのオスですからね、オスっていうのはまあこれくらいの大きさでこういうふうになってますよね。どの犬がいいんでしょうね、わかんないな。あのさっきの男性の犬がいいんじゃないですかね。さっきのこれこれでも時間かかりますよ。一頭ずつ全部見てますからね。なんかもうやめようかな。ちょっと。ちょっと少し嫌になってきたんですけど、やめていいですかね。これネガティブなこと言っちゃダメなんですよね。ショーのというか、まあ、ジャージの途中で。なんかドッグショーというのはすごい華やかなもので、そのなんていうか、なんて言うんでしょうね、そのちょっと上流階級の人の遊びみたいな雰囲気があるので、
まあ、別に僕はそういう上流階級の人間じゃないですけど、そういうなんか雰囲気がですよ、この全体の会場の雰囲気とかが、あとそのジャージの時にはなんかみんなドレスを着たりしますから、そのなんかパーティー、上流階級の人のなんか社交場みたいなパーティーをしているみたいな、社交会みたいな雰囲気があるんですよね。だからそういう時になんかちょっと下品な言葉でなんか話したりとか、あるいはなんかネガティブなことを、まあ、あんまりね言わない方がいいんですよ。それなのについそういうことを言ってしまうから注意しなきゃいけないなって僕はねいつも常々思ってるんですよね。ジャジの時のこのビデオの中でなんか汚い言葉使ったりとか、あるいはそのなんかネガティブなことを言ったりするのはちょっと良くないなと思ってますね。この犬がいいんじゃないですか。この犬がいいんじゃないですかね。ほら、なんか違うのかな。でもこのパピオンを好きな女性とかいうのはすごいなんかもう女性女性している女性のような感じがしてちょっと怖いですよね。女性女性している女性っていうのはでずっとされて嫌じゃないんですかね、犬たちは。ちょっと長いな。あ、またネガティブなこと言って、こういうこと言っちゃダメなんですよ。本当に長いなとか。常にそのなんていうか、爽やかで優雅な感じで。言いなきゃいけないですよ。この辺もいいんじゃないですかね。あれ動いたな、これ。いや、わかんないな、ちょっとですね。ちょっと真剣にちょっと見てみよう。どれが、これではない。いや、まあ、ちょっと顔がわかんない。ちょっと、もうお尻しか見えない。ちょっと。あ、いや、これではないことはない。これもいいですよ。いや、ていうか、どれもいいな。チャンピオン犬ですからね、全部。
なんかちょっと大きすぎるのかもしれないですね。この犬先僕はいいと言いましたけど、あのジャッジはああいうの犬を選ばないかもしれないですね。なんかこの犬もすごい綺麗だと思います、ね、ちょっともうなんかまたネガティブなことを言おうとしていますが、なんかもう嫌になってきたんですけどもう止めようかな。いやでもここまで取ったらどの犬が一番になるのか結果を見るべきですよね。絶対だってこのパピオンの方、いやまあパピオンのその依頼者の方いらっしゃるんですけど、いやもういいです、何も言いたくない。まあ、とにかくそのやっぱねそのばらつきがありますね、まあ、好みの問題もあると思いますが、この犬はいいけどこの犬は良くないというようなそのばらつきがありますね、絶対ね。もちろんその犬の良し悪しというのは それぞれの人の好みがありますから、ある人はこの犬がいいと言っても、ある人はその犬は嫌だっていう場合もありますからね。だから簡単にそのどれが良くてどれが悪いというのは言えない部分もありますけども、そのばらつきがその違いがありますよね。あ、水玉のさっきの女性あれだ、あれあれパピオンの時さっき言ってたよな確か。そうそうパピオンの時でしたよねさっきね。もういろんなリングに今回ってきたからちょっと誰がどれなのかごっちゃごちゃになってきてますけど、そう水玉の人あれパピオンの時でしたよね確か。さっき言ってたパピオンのなんだっけジュニアかなんかで言ってたんだな。ちょっとお尻でかすぎ。ああこの犬いいんじゃないですか、この男性の犬、このスーツの男性の犬、うん、これいいんじゃないかな。
がある、まあいいな、まあどの犬もいいし、なんかすごいそのなんていうか女性的な犬だな、本当にもう何回も言いますけど、もう女性女性している女性ってなんかね怖いんですよね、怖いってそのなんていうかね、なんていうか別にそういう恐怖を感じるわけじゃなくて、なんていうかな、もう想像を絶するようなことを言うから怖いんですよ。それがそんなことを言われるのが怖いんですよ。女性のわがままを無理やり押し通そうとするようなあの感じ、そして困ったら泣き始めたりとか、もうねもう今まで本当に大変な目に遭ったことありますね。まあ全ての男性がそうだと思いますが、女性女性している女性に困らされたことが今までの人生で1回は絶対ありますよね、男だったら。殴るわけにもいかないし、もうどうすることもできないですよね。男としてたらうるせえって言ってすんなんか済みますけどね、もう女の場合は本当に大変なことが、面倒なことが何になりますよね。面倒なっていうのはそのほらもういいです。なだめるのがやや面倒だということなんですよ。もうその、まあ、だからこのジャッジはあの一番左を選ぶんでしょうね。だからね、一番左の犬を選ぶんでしょうね、このジャッジは。さっきから見てるけど、僕だったら一番右を絶対選びますけど、右かな、左から2番目か一番右かを選ぶ僕だ、ね、